稲田ともみ、稲田ともみ、稲田ともみ、1959年、昭和34年2月20日は、日本の政治家、弁護士。旧姓は椿原。自由民主党所属の衆議院、議員、5期、自民党総裁特別補佐、筆頭副幹事長。ジップは、政治運動家の椿原康夫。防衛大臣、第15代、内閣府特命担当大臣。 規制改革担当、国家公務員制度担当大臣、初代、自由民主党政務調査会長、第56代、自民党福井県連会長を歴任。早稲田大学法学部在学中、当時男女雇用機会均等法もなく就職先が、ほとんどなかったので、司法試験を受けようと考えた。1日約16時間勉強して、司法試験に合格し、 弁護士になると5年間法律事務所の雇われ弁護士として法律の仕事を習得したが子供ができたのを機に辞めた。その頃夫が産経新聞と正論を読んでいたので稲田も読むようになり、やがて今の教育はおかしいんじゃないでしょうか、などといった投稿をたびたびするようになった。その後弁護士の行為結果彦から電話で難禁事件について 一緒に裁判をやらないかとをかけられる。本人は、その当時の心境を、東京日日新聞、現在の毎日新聞が、繊意公用で書いた嘘の記事が、唯一の証拠になって、戦後の南京の軍事裁判の BC 級先般として二人が、処刑された。全く嘘のことが、日本の名誉を傷つけるようなことが、教科書でも、教えられているし、本当のこととして、ルフされているという現状を、 私は日本人として放置できないと思ったんですと述べてい最終弁論の日、向井少尉の次女の向井千恵子に出会い、女性一人で戦っている姿を見て感銘を受ける。これがきっかけで野田少尉と向井少尉の遺族が毎日新聞、朝日新聞、本田勝一らを手取り、名誉毀損の裁判を起こすことになった。稲田は私は政治には全然興味がなかったんですけど、 嘘のことで日本の名誉が毀損されているという状況を何とかしたいと思ったんですねとべている。郵政解散のちょうど2週間ほど前に自民党本部で100人切り競争はでっち上げであるという内容の講演をする機会があり、これが調考していた安倍晋三幹事長代理の目に留まり政治家にスカウトされることになった。2017年。 南スーダン PKO 日報隠蔽問題の際に防衛省の内部から当時の稲田防衛省にとって不利な情報が発信されている形跡があり文民統制シビリアンコントロール上の問題を引き起こしていると主張があった産経新聞では防衛省内部では特別防衛観察の結果一方的に悪者にされてしまうと反発した陸自サイドが情報をリークしているとの幹部のコメントを 掲載し、その見方が大勢を占めるとの報道を行った。稲田智美防衛省に、日報隠蔽の報告があったなら、国会で、嘘、稲田智美防衛省に、日報隠蔽の報告がなかったら、指導力の欠如で、いずれの場合も文民性できていないことになる。2017年7月28日、稲田智美防衛省は、記者会見で、日本は公表したので隠蔽の事実はないと、 説明したことについて2016年、情報公開法請求した、ジャーナリスト伏瀬雄人氏とは、で訂正すれば免責されると勘違いしている。と話した。南スーダン PKO 日本隠蔽問題での稲田、ともみ防衛省の文民党勢力欠如で背広組と、制服組の関係が壊れた。観察結果では防衛省幹部らが2017年2月13日と15日、 稲田とモミ防衛省に南スーダン PKO の日報に関し説明した。稲田氏が陸上自衛隊側から日報のデータ保管の報告を受けた可能性を否定できない。稲田氏が保管の事実を非公表とする方針を了承した事実はない。黒江哲郎事務次官はデータを廃棄したとの説明を続け保管の事実を明らかにせず自衛隊法違反にあたる。防衛省は 日報の保存期間を10年とするなどの再発防止策をまとめた。2017年8月10日、衆参両院国会閉会中審査で野党が出席を希望した稲田智美前防衛省、岡部敏也前陸上幕僚長、黒江哲郎前防衛事務次官は与党自民党の反対で欠席。また、稲田氏は防衛大臣就任後の都議選にて、 自民党候補を応援する集会で演説し、防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたいと発言していた。これには、自衛隊は自民党一党の所有物でない、憲法違反に当たるとの批判が殺到したが、稲田大臣は後日撤回したが、この時点では辞任は否定していた。財政再建派として知られている。2015年、 自民党内の財政再建に関する提言をめぐり、歳出削減にこだわる稲田は、経済成長路線の立場を取るあまりあッキラと対立した。稲田は、当てにならない、経済成長を当てにして、甘ごをして、PB 黒字を達成させるとか、そういう話ではないとあまりが掲げる、経済成長路線を批判した。2020年度までに、基礎的財政収支。 プライマリーバランスを黒字化しないと、金利の急上昇によって、日本の財政が破綻状態になるうるとの見解を示している。安国神社参拝問題に関連し、永久戦犯を規定する東京裁判、極東国際軍事裁判は、ポツダム宣言と近代法の大原則、財政法定主義に違反した二重の意味での国際法違反であると述べ、東京裁判は、占領政策、 戦後体制の中心であり、東京裁判士官の克服なしに戦後体制の歪みを是正することはできないと述べている。また、永久戦犯がいたから、日本が無謀な戦争に突入し、そして敗れたというような単純なものではないとし、その責任を永久戦犯だけに返すことはできないと述べている。2015年2月には、自分たちで審議を検証する態度を持つべきだと発言した。 100人切り競争は実際にはなかったとの立場を取る。弁護士時代に100人切り競争を行ったとして処刑された旧日本軍将尉2人の遺族が朝日新聞、毎日新聞、本田勝一を相手取り、名誉毀損の損害賠償と出版差し止めを求めた訴訟、100人切り競り、名誉毀損裁判に原告代理人の一人として参加した。稲田は、 南京虐殺の象徴とされる百人斬りは虚偽だと立証できたと思っていたが最高裁で原告側主張は棄却されている裁判に負けたことで弁護士としての活動に限界を感じ政治の場から取り組みたいとしているまた事実と異なることはきちんと反論することで遺族や国の名誉を守りたいそれと日中友好は両立できると述べている靖国神社における 永久先犯合詞と昭和天皇の参拝中止の間に因果関係がないと主張。2006年8月15日に日本会議などが靖国神社において主催した集会では、神道に基づく靖国神社の国家語辞を提唱し、首相の靖国参拝を阻止しようとする防音の輩に道徳、教育等を語る資格はないと発言。同年発行のウィルでは、 靖国神社というのは、不戦の誓いをするところではなくて、祖国に何かあれば、後に続きますと誓うところでないといけないんですと、述べている。2006年春、中曽根康弘は、稲田率いる、保守派政策集団伝統と創造の会に講師として、招かれた際は小泉総理の靖国参拝を期待する、稲田ら新人代議士たちに、個人的信条も大事だが、それ以上に、 国家的利害も重要だとたしなめた。衆議院議員になって以来、毎年、終戦の日、8月15日と、サンフランシスコ講和条約発行の日、4月28日に、ギャスクニ神社を参拝してきたが、防衛大臣に就任した2016年の終戦の日は8月12日から8月16日の日程で、ジブチの自衛隊基地を訪問する公務により、参拝しないこととなった。 同時に8月15日の全国戦没者追悼式も防衛庁長官防衛大臣としては初の欠席となる。2008年2月、日本在住の中国人が監督を務める映画、安国安国に日本芸術文化振興会から公的助成金が支出されていることを知り、助成金基準に合致しているかどうかを確認するために、馬け庁を通して試写会を要請した。 同庁より連絡を受けた配給会社のアルゴピクチャーズは全議員を対象とした試写会を承諾し3月12日に開催されたこの時稲田は検閲の意図は全くないが政治的に忠実な映画かどうかは若干の疑問を感じたイデオロギー的なメッセージを強く感じたと述べている稲田は問題にしたのは 文化庁所管の日本芸術文化振興会が750万円の公的助成をしたこと、その一点と主張。制作会社の取締役、制作総指揮者、監督、プロデューサーが全て中国人であり、安国神社をテーマにしていることから政治性が強いとして、この映画が女性の要件であるを満たしておらず、助成金の支出に妥当性はないと結論づけた。また、 表現の自由の名のもとに政治家の言論を封殺しようとすることは入るであると述べている。稲田は死者を求めたことについて一種の国政調査権で上映を制限するつもりはないと話しているが、アルゴピクチャーズは事実上の検閲だと反発したほか、日本映画監督協会、日本映画撮影監督協会、日本マスコミ文化情報労組会議、 日本ジャーナリスト会議も抗議声明を発表した。後に、本映画は2008年の12月に行われた試写会をきっかけに、週刊新潮が中国人監督が作った反日映画と論評したことにより、上映予定の映画館前に外戦者が現れるようになり上映中止を決する映画館が続出。アルゴピクチャーズは4月12日に予定していた。 上映の中止を決定した。沖縄戦で発生した集団自決について、旧日本軍現地指揮官と親族が、沖縄ノートの著者で、軍指揮官の命令によるものとした、大江健三郎と出版社の岩波書店を名誉毀損で訴えた、大江健三郎を、岩波店沖縄戦裁判において、原告側の弁護人を務める。判決は、自決命令それ、 事態まで認定することには、躊躇を禁じ得ないとする一方、大江の記述には、合理的根拠が認められ、書籍発行時において大江が、真実であると信じる相当の理由があったと言えると、され敗訴した。2007年6月14日に、歴史事実委員会の全面広告、ザ・ファクッツに、賛同者として、名を連ねた。2013年5月に、 日本維新の会会長代行の橋本徹が従軍慰安婦を容認する発言を行ったことについて女性の人権への侵害だと批判した。一方で慰安婦制度が戦時中は合法であったのもまた事実だと述べている。選択的夫婦別子制度の法制化について家族の崩壊につながりかねない制度は認められない2006年一夫一婦制の婚姻制度を破壊。 2007年、別姓推進派の真の目的は、家族解体にある2011年と主張していた。また、2014年の調査でも、選択的夫婦別姓制度導入に改めて反対していた。さらに2016年には、対案として、通称仕様の緩和を掲げ、女性が社会進出するほど旧姓を使うべき場面は増えます。ただ、家の中で両親と、 子供は同じ名前が望ましい。子供は選べませんしね。私たちは女性が望めば通称を使える社会を目指していますなどと主張していた。しかし2018年にこれまで親子別姓となる選択的夫婦別姓には反対してきたものの通称仕様で二つも性を用いるのは混乱を招く高齢者同士の結婚も多いとして賛成の意を表明した。 2016年5月に開催された LGBT のイベント東京レインボープライド2016に参加している。このことについて稲田は私が参加したら会場でえ、と驚かれました。また、性的少数者の差別解消を目的とした LGBT 法案を検討している時には自民党らしくないという批判を受けたりしました。 いわゆる保守層である私のファンには、なぜ稲田さんが、そんなことを言うのと離れた人もいる。LGBT を支持すると、逃げていく人もいるのです。左翼の運動ではなく、人権の問題と返してもらうのに苦労しましたと、述べている。また、性的思考は不可逆的なものであるため、LGBT 問題は、人権問題として考えるべきであるとし、彼らが誤解に苦しんでいるのなら、 自分らしく生きられる社会を作らねばなりません。小高齢化が進む中で自民党は女性が輝く社会の実現を目指してきているが LGBT と呼ばれる人々にも同じようにチャンスが与えられるべきと述べている。同性婚については同性婚。これは欧米各国で激しい議論が行われており一部の国では同性婚が認められるようになっている。 この問題について日本で意見が修練するのはまだ先であろう。私はこの問題で日本の社会が二分されるのは望んでいない。あくまでも原点は生まれながらに置かれた境遇や身体的状況による差別がなされてはいけないということ。当事者の意見を聞きながら議論が進んでいくことを期待する渋谷区のパートナーシップ制度の条例に関しては 憲法上の婚姻の条項や家族のあり方とか少数者に対する差別をなくすということはその通りなのですけれどもそれをどこまで法的に保護していくかということなどは憲法に関わるような非常に大きな問題なので条例という形ではなくて大きな議論をすべきと考えていますと述べており国によって社会状況が異なることから外国の同性婚制度や パートナーシップ度をそのまま日本に導入させるという議論には懐疑的である。男女共同参画社会基本法に反対しており、見直すべきと主張している。その中では、男女共同参画社会基本法について、およいきは確かなのと問いたくなる。女性の割合を上げるために能力を取っていても、登用するなどというのは、クレイジー以外の何者でもないと述べている。 家族を特別しない価値観が蔓延すれば地域共同体、ひいては国家というものも軽んじるようになってしまいます。貴族意識というものが欠如してバラバラの自分勝手な個人だけが存在するようになるでしょうと述べ、存続殺人規定の復活を主張している。2008年11月18日の国会審議において最高裁から 判決が出たんだから変えるのは当然だという無責任な考え方で改正をしてもらっては困ると反対意見を展開し、司法権による立法府への介入の恐れがあったのではないかと述べた。ブラック差別の法規制に前向きである。2015年11月16日、東京平川町のホテルで人権課題解決に向けた和歌山研修会と銘打った。 人権フォーラムに参加したい稲田は、不当な人権侵害、匿名のインターネットで人権侵害が広がっている事態を放置できないと思っていると述べた。他の国会議員の政治資金パーティーに参加した、際の費用の領収書を白紙でもらい、事務所で金額を記入したことについて、小池晃が参議院参院会で追及し、稲田は事実と認めた。小池は、 2012年から2014年の政治資金収支報告書に添付された領収書で約260枚、約520万円の筆跡が同じだと指摘。金額を勝手に書いたら、領収書にならないと批判した。菅義偉官房長官も同問題の当事者であり、パーティー主催者の了解のもと、実際の日付、宛先、金額を正確に記載したとし、 数百人規模の出席者全員の宛先と金額を書いてもらうと受付が混乱すると釈明し、稲田も同様の説明をした。政治資金規制法を所管する高市さなえ総務省は領収書作成方法の規定はない。主催者から了解を得ていれば法律上の問題は生じないとの見解を示したが、小池は面識があれば金額は後で書いていいなら、 中小企業の社長はみんな取引先と面識がある。でたらめな話だと批判した。総務省の手引きでは受領者側が領収書に追記するのは不適当とされている。自民党では白紙領収書が慣例かと思わせるとも取られており、政治資金の移動はすべて銀行口座間で行うなどの方法も議論れているが実現していない。政治と金の問題は 必要な法改正も含めあらゆる観点から、透明化への努力を払うべきだとする見解もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。